スラムダンクはバスケットボールを題材にした井上武彦による日本の漫画作品。週刊少年ジャンプにて1990年から1996年にかけて全276話にわたり連載されアニメやゲームも制作された。主人公の不良少年桜木花道の挑戦と成長を軸にしたバスケットボール漫画。単行本。 第21から23巻の初版発行部数250万部は当時としての最高記録である。2013年2月時点でシリーズ累計発行部数は1億2029万部を突破している。本作品の舞台は神奈川県の主に湘南地区であり登場する高校などは基本的に架空の名称が使われている。作中の年代は 商用戦翌日の新聞記事から原作では1992年、アニメでは1994年の3月から8月頃となっているが、現実の暦と日付と曜日が一致していない。連載終了後の2001年、バスケットボールは大幅に公式ルールの改正が行われたため、作中のゲームは現在とは異なるルールに基づく。また、 連載中の1995年にも小幅な改正が行われたが、作中では最後まで1994年以前のルールが使用されている。第40回平成6年度小学館漫画賞少年部門受賞。2006年に文化庁が実施した文化庁メディア芸術祭日本のメディア芸術百選にて漫画部門で1位を獲得。 ダヴィンチ調べによる漫画家、評論家、書店員、読者の総勢808人が選んだ漫画誌50年の中のコミックランキングで第1位に選出された。ジャンプ歴代最高部数653万部を達成した1995年3から4号で関東オールカラーを飾り、最終回となる1996年27号では、 表紙と関東カラーの両方を飾った。なお、ジャンプ史上において最終回の掲載された号での表紙を単独で飾った史上初の作品であり、本作以外では2016年9月に完結した、こちら、葛飾区亀有公園前発出所の2作のみである。2001年に発売された完全版コミックスは、集英者における一連の名作の 完全版コミックス化の先駆けとなった。2006年に井上が創設したスラムダンク奨学金は本作品の印税の一部が原資として当てられている。本作は連載が唐突に終了した。物語がインターハイのトーナメント戦の途中にあり、後の対戦相手かのように登場した名友工業、高校、愛和学院高校。 タイへ学園高校らとの試合は描かれないままの終了であった。連載について作者は本誌の後書きで続きはやりたいとコメントを残している。本誌上では最終ページに第一部間と書かれておりジャンプコミックスの紹介でも期間扱いとされている。なお単行本の最終回最終ページでは本誌とは異なり第一部間の言葉がなく最後に 作者の後書きが載せられている。また、ジャンプ連載版とコミックスでは最終話のセリフが若干異なっている。井上は連載終了についてインターハイの組み合わせを作った時点で三能戦が最後と決めていたトーナメント表を出したからには決勝まで行くっていう決まった道はもう進みたくない。前の試合よりもつまんない試合は絶対描きたくない。 三能戦より面白い試合は描けないと思っていた、テンション高いところで終わらないと、作品にとって不幸になっていくと語っている。続編については、あるかもしれないという含みのある発言をし、自身の公式サイトでは、描きたくなった時に描くと言っている。資生堂、アレフの CM において、本作の登場人物が使用されている。この CM の中には、 宮城の背番号が4になっていたり、ルカワのバッシュが上段5から上段12になっていたり、花道の髪が若干長くなってプレーしているなど、最終回以降の描写がなされている。2004年7月にジャンプコミックス版単行本日本、国内発行部数が1億部を突破した。それを記念して、同年8月11日には、全国市六市長官市場にて、 作者の井上が一面広告で小北メンバー6人、それぞれの描き下ろしイラストを掲載。2004年12月には、統合により現在は使われていない、当時の神奈川県立三崎高等学校校舎において、1億冊ありがとう、ファイナルを開催。各教室の黒板に、漫画、スラムダンク、あれから10日後を描いた。 作者の公式サイトのみでしか告知されなかったにも、かかわらず、3日間で5000人を超えるファンが訪れた。現段階で、唯一の正当な続編作品となっている。2006年9月に発売された、超小地下の中で、作者が 1P の作品を寄稿しており、その中で、主人公の桜木花道を含めた桜木軍団たちが、両津勘吉と一緒に歩いている絵が描かれている。 2007年7月に、週刊少年チャンピオンで、水島真嗣先生画業50周年記念号に1、P の作品を寄稿しており、桜木花道が、ピッチャー、天馬和人が、バッターの絵が描かれている。2009年4月に、スラムダンク、あれから10日後完全版が発売。2018年に単行本の別バージョンとなる、新総裁編版が6月1日から4。 か月連続で観光された。神奈川県立小北高校に入学した赤い髪の不良少年である桜木花道は中学時代に50人の女性から振られ続けた上、最後に振られた女性がバスケ部の小田君に好意を持っていたため、バスケットボールが大嫌いになっていた。しかし、廊下で自身に声をかけてきた赤木春子に自身の調子と筋肉、 身体能力の高さを見出された花道は彼女にバスケット部への入部を勧められる。花道は春子に一目惚れし、バスケットボールは全くの初心者であるにもかかわらず、春子目当てに入部。その後、地道な練習や試合を通じて、徐々にバスケットの面白さに目覚め、その才能の目を急速に開花させる。小北バスケ部には監督である安西光つの元。 春子の兄でもある首相の若木剛健と副首相の小暮君のブに加え、スーパールーキーと称される、ルカはカエデも加入。前年度のインターハイ県予選ベスト4である、三笹南高校との練習試合後には、入院していた宮城亮太と元バスケ部の三井久志も、復帰した。夏のインターハイ制覇を目指す正北は、初戦で前年度のインターハイ県予選ベスト8である。 三浦大高校を破り、その後も予選を順調に勝ち進み、インターハイ常連校の昭陽高校に勝利したことで、決勝リーグに進出。決勝リーグの初戦で全年度までに、過去16年連続インターハイ出場を果たしている、王者、海南大附属高校と激戦を繰り広げるも敗北。2戦目で全年度のインターハイ県予選ベスト4である、竹里高校に勝利。 三戦目では、宿敵の三笹南を破り準優勝。海南と共にインターハイ出場を果たす。広島県で行われる、インターハイのトーナメント1回戦で小北は、大阪府代表校の豊玉高校と対戦して勝利。2回戦では、前年度までのインターハイで3連覇を果たした秋田県、代表校の山能工業高校と対戦する。 一時は20点以上の差をつけられるが、驚異的な粘りで反撃。花道は負傷した背中の痛みに耐えながら、プレーを続け、試合終了間際のジャンプシュートによる、決勝点で小北を逆転勝利に導く。しかし、すべてを出し切った、小北は続く3回戦で、愛知県代表校の愛和学院高校との対戦で、嘘のようにボロ負けした。 インターハイ後、三年生は赤木と小暮が引退し、三井のみ残留。新キャプテンに良太が就任し、春子を新たにマネージャーとして迎えると、チームは冬の選抜に向けて新体制となる。ルカワは全日本ジュニアの代表に選ばれ、花道はリハビリを続けながら、再びコートに立てる時を待つ。 テレビ朝日系列にて1993年10月16日から1996年3月23日に放映。全員101話 SP 版には、制作は東映動画。ナレーションは小暮子、のべ役の田中秀幸が兼任で担当した。原作に基本的に沿った流れになっており、インターハイに出場決定して試合会場に、 出発するところまでがアニメ化された。前述の通り、原作におおむね準じているが、桜木軍団の活躍をクローズアップした回、花道と春子が夏休みに縁日に行くという回、インターハイ出場を控えた、小北メンバーが両南と消費の混成チームと対戦する回答、アニメオリジナルストーリーも少数挟まれた。第21話と、 第22話の間に放送された SP1 話、第21話までの内容をダイジェストで約45分にまとめ、小暮、春子、彦一らが改装するという内容であったが、本放送以降は、ほとんど再放送されておらず、DVD にも収録されていない。また、第61話と第62話の間に放送された SP2 に至っては、本放送以降は一度も、 再放送されておらず、こちらも DVD に収録されていない。2003年に、大手スポーツウェアメーカーでサント製による、登場人物の桜木花道、ルカはカエデ、赤木豪ー三井久志宮城良太と同じコスチュームが付属する、限定版 DVD ボックスが発売され、後に単観発売された。また、2008年にも、登場人物の花道、 牧真一千仙道明と同じコスチュームが付属する限定版 DVD ボックスが発売され、小北、高校、海南大付属高校、両南高校の選手のコスチュームも期間限定で特注販売された。2013年にはテレビアニメ化20周年記念プロジェクトにより様々な企画が大々的に行われた。その第一弾としてキッズステーションで テレビシリーズの HD マスター版の放送が行われた。2014年にはギャオでテレビシリーズの無料配信が行われ、ニコニコ動画でも同年8月9日から16日までニコニコ生放送でテレビシリーズの無料配信を行ったほか、テレビシリーズや劇場版のブルーレイソフトも発売された。8月13日には20周年記念プロジェクトの ファイナル企画として、ブルーレイコレクション発売記念スラムダンクファンミーティングが行われ、稼働役の草尾武史、ルカワ役の緑川光、三井役の沖合龍太郎が生出演。ニコニコ動画がその模様を生中継した。また、オープニングアニメーションに登場する、鎌倉高校前駅付近の踏切が台湾からの観光客の人気スポットとなっていることが報じられた。 オープニングアニメーションに登場する江ノ島電鉄、鎌倉高校前1号、踏切オープニングテーマエンディングテーマに等身あるいは、三等身で描かれた花道らの映像をバックに、君が好きだと叫びたいよび、あなただけ見つめてるの、アレンジビリ GM に乗せて、以下の英語によるナレーションを述べたものになっている。声は、古沢美幸。放送日は、テレビ朝日よび同時ネット局のもの。 出展は、四国放送、テレビ愛媛、琉球朝日放送、キッズステーションを除き1995年9月時点の、ものを使用する。全国投影系で上映。なお、2006年8月1日から8月4日まで、NHKBS-2 の、BS 夏休みアニメ特選枠内にて、第1作から第4作を放送していた。また、 テレビ大阪も2007年1月3日に2と3、1月8日に4が放送された。本作のゲームのうち、1990年代のソフトは、バンダイもしくはバンプレストより発売されているが、タイトルが、フロム TV アニメーションスラムダンク、または、テレビアニメスラムダンクという表記になっている。これはコナミより、 スラムダンクというタイトルのアーケードゲームが1993年に出ていて、先に商標登録されていたためである。2010年代に東映アニメーションが配信したアプリもアニメ版がベースだが、フロム TV アニメーションやテレビアニメの表記はなくなっている。なお、下記はバンダイナムコエンターテインメントの公式サイトでの表記であるが、商品自体には、 勝利へのスターティング後 IH 予選完全版という副題が付けられている。いずれも東映ビデオから発売。ありがとうございます。